はい、それでは6番から10番の英作文の解説一緒に見ていきたいと思います。じゃあまず6番目なんだけれども、まず文末しっかりとチェックしようか。彼女は上手に料理をすることができる。はい、ここです。料理をするっていうことができる、長いけどね。はい、彼女はが主語です。なので彼女は料理するっていうのは今回クックって使ってみるよ。はい、そうすると彼女はし、はい、料理するっていうのはクックスっていう風にしたいところなんだけど、今回できるって言ってるよね。なので今回のところ C の後ろ、はい、can ってつければ C can cook 原型にする。はい、あとは上手にって言ってるので well って使ってくれば、C can cook well、 これで OK ってことになります。いいですか。じゃあ次7番目、彼はそこに、ごめんね、そこに行くことができるっていう意味です。はい、行くことができるっていうところチェック入れてください。はい、彼はが主語です。なので彼はっていうのと行くことができるっていうのを順番に変えてくれればいい。はい、彼は he、 行くっていうのは今回できるがあるから原型にして he can go と、大丈夫かな、 she can go と、いや he can go ね。はい、あとは、どこどこにって言ってるから to、 そしてそこっていうのは新しくこれ there っていう書きます。はい、あとはこれ見た時に一個だけ注意点があるんですよ。おそらく慣れてない人だとこう書いて go to there みたいに書いた人多いと思いますが、今回ね to っていらないんです。 he can go there、 これで正解になります。え、go to 場所、い、 go to 場所っていうのでどこどこに行くって言ってたじゃないかって思いがちなんだけど、実はこの go の後ろに来る there とか、あとは come っていう時に来る後ろにある here、 実はこいつの前に to ってつけないんです。 go there come here、 あのこの理由については高校でね詳しく習っていくので、今なんでって思わなくていいです。 go there come here、 go there でそこに行く、で、カムヒアでここに来るっていう意味になるので、ゴーゼアカムヒアっていうところだけしっかりと押さえておいてくれれば OK です。OK ですか？いいね。He can go there。これで彼はそこに行くことができるという意味になります。じゃあ8番目。はい、彼は友達と学校に行くことができる。はい、行くことができるっていうのが動詞の部分ですね。はい、彼はが主語。なので彼は行くことができるって言ってます。はい、彼はっていうのは he。 はい、もういいかな、書いていくよ。can できるって言ってるから can、 そして行くだから原型に戻して he can go。 あとは学校にっていう場合は上とここと違ってね、 go to school、 これで学校に行くです。はい、あとは友達と一緒に、誰々と一緒にっていう場合を with っていうのを使って with his friend と、フレンズでも構わないよ、いっぱい友達と一緒に行くんだったらば、with his friend、 誰々と一緒にっていうのはしっかりと覚えておいてくださいね。 with his friend です。いいですか。はい、じゃあ9番目。トムとエミは上手にテニスをすることができる。はい、することができるにチェック。はい、トムとエミっていうのが主語、複数ですね。複数です。はい、トム&エミっていう風なところを主語として始めてくれればいいでしょう。はい、そうすると、トム&はい、エミは、することができるって言ってるので、can、 はい、play、 はい、テニスをって言ってるからそのまま後ろに書いてあげる。はい、上手にって言ってるので最後には well をつけて、はい、
トム&エミ can play tennis well。 これで OK です。はい、じゃあ最後です。私は毎朝早く起きることができる。はい、起きることができるっていうのが動詞の部分です。はい、私はが主語、私は起きることができるっていう部分から書きましょう。はい、私は I。 はい、起きるっていうのは get up です。 I can、 はい、起きる、 get up、 早く起きる、 early って言います。 get up early、 後で書きますね。はい、毎朝って言ってるので、すべて、every、モーニングです。はい、I can get up early every morning。これで、私は毎朝早く起きることができるって意味です。はい、ちょっと空いてるところにスペース、矢印引っ張っておきましょう。ここで一つだけ覚えておいてほしいものがあります。それ何かっていうと、早く起きるという熟語です。これはね、さすがに覚えてないとできない。はい、起きるっていうのはゲットアップなんだけど、早く起きる、早起きするっていうのはゲットアップアーリーって言います。はい、これもすごく重要でよーく使っていくから、これもね、ちょっと覚えるようにしておいてください。早く起きる、ゲットアップアーリー、これで早起きする。はい、ポイントを今回のところで青字でね、こっち側の2つ書きましたけれども、大事なポイントは見失わないでね。今回のテーマは can です。何々することができる、必ず原型にする。いい？ He can goes とかじゃなくて He can go です。なので can を使って書き換えなさいっていう問題とかで必ずね、 S がついてるやつ、決して can 動詞の原型っていう形にしてください。またいろんな問題とかをね、ちょっと用意していこうと思いますので、その時にね、できるように今回のポイントをしっかりおさらいして、当たり前のようになるまでね、繰り返して練習してみてください。じゃあ、今回この助動詞の can の、解説すべて、終了ということにさせていただきたいと思います。今回もちょっと見ていただいて、ありがとうございました。また続いてのところもね、しっかり一緒に頑張っていきましょう。それでは、視聴いただきましてありがとうございました。